で、遊んでいきましょうか。前回は地面を壊す攻撃覚えましたが、それによってまた新たにね、いろんな場所が行けるようになった可能性ありますね。じゃあ今回はこの左、こちら行ってみましょう。この長い通路、ちょっと先まで見たんですが、なんかどっか別のマップに繋がっていそうな感じなんで、一回引き返してます。そろそろ列車が欲しいですね。で、カマキリの王を一回倒しに行きたいところですが、これ下にあるの列車じゃないか、これ。あ、これは近道か。どっかの。どっかの近道が開通。まずこの、いやらしいやりつけを倒すか。うわ、結構いいかいな。勝手に死んだ。障害物にぶつかって、奴は死んだな。待てるか。ほい、オッケー。ここからいろいろ右に行きますか。ああ、てける。この下のこれは何だ？見たことのないアイテムですね。何かが必要そうな感じもしますが、地面爆発では特に何も起きないね。じゃあさらに上に行ってみるか。こちら、声がするな。まずはザコ倒す。あら、これ以上右には行けない。左にも行ってみるか。うれ、あーったったった。厄介な奴らいるが、うわー、やりつかい強いな。左、何もなし。ここから下はこんなにもしか。ほい、あぶだぶだぶだ。ああ、セーフ。ではこちら、声がしますね。デカブツの声がするが、あーっと、やるじゃないか。うわー、危ない危ない。あー、やられた。危ない危ないって言っときながら死んでしまった。では再挑戦、勝ってこい。ほいほい。ああ、よく見ないな。三連撃などは隙が出る。ああ、くれた。お宝ありますね。単純な鍵、これはどっかありましたね。鍵を使える場所は後で戻って調べに行きますか。あと、ここから上に行ける。なんだここは。ハムシの音がしますが、右上に何かあるっぽいね。左下にもお宝があるな。まずお宝をゲット。放浪者の日誌。なんだこれは。これか。これもなんか紋章と同じように、どっかで交換するとか、そんな感じのアイテムかもしれませんね。じゃあここら辺を探っていきますか。左にも行ける。まずは左。なんかあるな。調べる。あ、これは、列車か ?150 入れてみたけど。あら、あ、エレベーター、これ、あれじゃないか。スタート地点に結構繋がるんじゃないか。多分そんな感じの場所ですね。じゃあ一回上がってみますか。着いた。ああ、やっぱりね。ここに繋がるんだ。なるほど。待てよ、なんかマップを見ると、でっかいクワガタのようなマークがついてますね。これがあの涙の都で見た何かが解放されたってありましたが、あれがあの場所なんですかね。まあそこは後で行きましょうか。もう少しこちらね、探索しましょう。この上になんかあるっぽいんだが、行ってみるぞ。敵、こいつを、やるじゃないか。ジャンプして。ああ、壊した。なんか落ちたな。これ駅っぽいんですけどね。ベンチを発見。ふう。やっぱり駅か。駅を開通。実績のロッカー解除。接続。じゃあちょっとマップを買いに行きますか。はじめに戻って。マップ屋はどれかな？これか？あ、ここっぽいね。これ初めてだ。あ、仮面のかけら手に入れた。三つ目。残り一つ。いや、これマップ屋じゃないな。なんだこりゃ。なんかポエムが始まったな。何のポエムだ？これでここには何もないですね。何かあると思いきや。はぁ、パートナーだ。ここで売ってる。あ、涙の都の地図。じゃあ買います。ありがとう。他に何か買おうかな、じゃあ。お金いっぱいあるからね。
温泉を記憶する。温泉のピン、スカラベのマーカー、これは自分で好きな場所にピンを置いておくことができる、そんな感じのようですが、値段が違うんだな。全部買うか。アイテム購入。これで売り切れですね。あとまだお金があるので買ってないアイテムを買いましょう。仮面の破片ここで買うと4つになりますね。どうなのかな。器の破片、ここでも陰寄っている。あとはランタンですね。途中行けない場所がありましたが、これ買いますか。ランタン購入。あとは微妙に足りないね。じゃあ新たな場所に、これ左に戻ってみるとなんかあるかな。スタート地点、二段ジャンプとかね、手に入れましたけど、もしかしたら新たな道があるかもしれない。行ってみよう。これ行けるぞ。あ、ネズミ返しか。あ、行けた。戻りましたね。何かあるかな。ここはどうかな。自分が落ちてきた場所ですが、あ、左行けた。そしてお金、さらにこの上になんかあるぞ。やった、いけるじゃないか。はあ、危ない危ない。ほい、この先に一体何があるんだ。まあ悪くてチャームとかそんな感じじゃないかな。ここは左行けない。ではさらに左、ショートカット用の木を倒した感じですが、風なりの崖。あー、なんかつきましたね。背景はすごい虫の死骸かな。降りた。あー、また王の道に戻っちゃったよ。戻ってきちゃった。なんてこった。ちゃんと街灯がありますね。下には敵、右に行けるな。なんかあるのか。入る、入れるぞ。あら、休める。ああ、ベンチか。さらに右、何かあるな。あ、人でかい。引く。え、ドスタックガンド。クイージーメイト。武器作ってくれる人かな。サイクロンスラッシュ。長押し RT。さらに上または下を押したままボタンを離すと、サイクロンスラッシュを行います。ヘレソメ。まあこれ戦わなくていいのはいいですね。どうら師匠なのですが。ありがとう。お辞儀、お辞儀できないな。容赦なく殴る。ダメか。溜めて、おお、溜めた。溜めてから上か下。あれ？おお、サイクロンスラッシュ。なるほど。これは無限に撃てるようですね。特に、ゲージは必要ではない。さて、技を覚えて、もう少し探っていきますか。こちら、下に行ってみるかな？ほい。まずは右の壁、あら、マッピアの声がする。ああ、こんなとこで、あなたどうやってこんなとこに来たんだ。すごいな。マッポ購入75。やった。ああ、あれ、緑の道に繋がってるの。下行ってみるか。じゃあサイクロンスラッシュを使ってみるか。行くぞ、サイクロンスラッシュ。決まった。雑魚にも容赦ない。うわぁ、サイクロンスラッシュ。また来たな。サイクロンスラッシュ。あのお金をサイクロンスラッシュするとどうなりますかね。サイクロンスラッシュ、ああ、ちょ、おしゃれ、ちょ、あまり当てることはできなかったな。こっちかな？緑の道。暗いけど、先に進む。イモムシ。これ、そしてここに下に穴がありますね。イモムシを助ける。これ落ちると一方通行の可能性があるな。落ちてしまったら戻ってこれない。でもなんかあるかもしれませんね。行くだけ行ってみよう。あ、やっぱり一方通行っぽいね。これ、ああ、ここの場所な、ああ、そういうことか。ここ風なりの崖なんだ。こうしたあれ、あれですよね。敵が両方向にいた場所。ああ、なるほど。これじゃまた戻るの、面倒だな。まあ仕方ない。緑の道に来たついでに、他になんかね、行けそうな場所ないか探っていきましょう。多分いろんな場所に行けるようになったと思うんでね。はい、緑の道を探索しようと思ったんですが、
途中敵に殺されてしまってまた戻ってきました。風なりの崖、死に戻りってやつですね。というわけで戻ってきたのでまたここら辺をね探っていきましょう。これはなんだ。調べる。偉大なる精神の持ち主ゴーブ、ここに眠る。こちらに行けるな。暗い。今ランタン使ってんのかな。そんな感じですね。街灯発見。ここから右に道があるようですが、あ、この先行ってませんでした。うん、新たな場所ですね。ランタンを使って、全部敵がいるから敵を倒していく。結構いるな。よいしょ。上に行けるか。ここはいけないな、これ以上。足音はしますが、下か。ここから下。おっと、敵が結構いらない。あわー、食らってしまったが、ライフを回復。ザコは一体、ジャンピングザコ。初めてジャンピングザコ。ダメージ食らってしまった。適材適所ってやつですね。おぉ、連射連射。ライフを回復。さらに上かな。よし、ためて。サイクロスラッシュ外した。ジャンプでかされた。やるじゃん。では右に行く。暗い道を進んでいく。長女は下から綺麗ですね。何かあんのかな、この下に。何かありそうな。すごい綺麗な場所だ。すごい。蝶の道。勝手に名付けた。あ、何かあるぞ。人が眠っている。ジョニーの祝福、手に入れた。これは、これか。チャームのようですね。体を強くし、より大きなダメージに耐えられる。しかし、ライフ回復ができなくなってしまう。なんだこれ。いいのか悪いのかわからんな。ここはこれ以上何もないようですね。なんか特別な人物のようですね。これは。あとは、もう少し左の方、探っていきますか。こちら、飛んでみるか。なんかあるか。うわー、落ちる。すっげー落ちる。超落ちるよ。うわー、あった。たどり着いた。あ、これ以上先に行けない？進めないようですね。あ、なるほど。戻るしかないんだ、じゃあ。スタート地点に、おっと、アイテム発見したぞ。王の肖像。なんだこれは。あ、これも、コレクションアイテムか。今のところここに来た、成果物はチャームですね。この特殊な。あと、新たな技を覚えた。そんな感じかな。あ、上になんかあるね、あれね。これね、今何、謎のアイテム。表情を見る感じ。なんだろうね、ちょっとわかんないな。想像がつかない。また後で来ることになりそうですね。じゃあ再び緑の道。新たな場所に向かいましょう。